校舎と体育館茨城市立人情寺小学校は、大阪府茨城市にある公立小学校、茨城市北部の山間部を校区とする。2000年代には1学年あたり10人前後、全校児童を合わせて60人前後で推移する、小規模校となっている。1872年の学生発布に伴い、翌1873年7月25日に、 島下郡25河村を皇区とする島下郡第一小区第一番小学校が、福井村誠隆寺に開設された。翌1874年には、福井小学校から分離し、島下郡大岩村遠福寺に、大岩小学校が、また島下郡下音羽村高くモデラに、下音羽小学校が、相次いで発足した。1907年には、 大岩神城高等小学校、下、も、音羽神城高等小学校及び隣接する、石川村の桑原神城高等小学校の3校が合併し、三島郡人情寺神城高等小学校として発足した。三島郡、三山村及び石川村を校区とした。旧桑原小学校は、桑原文教場となった。しかし2年後の1909年に、桑原文教場を廃止した。 クワハラ文教場に通学していた石川村、大和ザクワバラ、保、大文寺の各地区を三島郡愛人上小学校へ委託し愛小学校の校区へ編入している。以前は茨城市立人城寺中学校と敷地を共有していた。1961年には旧人城寺中学校の職員室を改造し茨城市立北新幼稚園が 敷地内に設置された。そのため1961年の1年間は、同敷地を中小学校と幼稚園が共用していたことになる。小学校と共通の給食の提供があるユニークな幼稚園であるが、入園児童がなく2009年から休園状態になっている。ありがとうございます。